もっと知らない人ワンチャンいるからね。ちょっと右のイケメン誰って来てた。もっともっと。あれか。あのそうだ、リバプールのサポーターの方とかはね、はい、確かにいつも基本的には俺一人でやってる。確かに確かに。あのモットンっていうね、はい、相方がいるんで、はいはい、実はあの受け入れてくれると嬉しい。あ、右待って、右のイケメンパピヨンくんでしょ。どっちもだ。どっちもだ。やばいやばい、俺ら自意識が弱すぎて今決め。やばいやばいやばい、はずっ。俺は脇濡れてきたわ今。はずっ。おもろ。はつ、おばばば、ちょっと今の忘れてください。いや、わかんない、そのコメントした人に聞いてみないと。そうだよ、そうだよ。パピョン君なのか俺なのか、それとも動画が反転しててタイガなのか。いや、それはない、それはない。そう、いや、おもろ、マジで。何択かあるんよ、その右のイケメン誰は。あ、でもどっちでも可能性あるよ。確かにリバプールのファンからするとパピヨン君絶対分かんないから。そう、分かんないし、でモットンのことも分かんないから。そう、いや、今のはパピヨンでしょ。もうモットン傷つくからやめてあげてくれ。そう、もうこれ深掘りすると誰か傷つくからやめよう。誰か傷つくから。ミルナーの右です。いや、ミルナーの右ですって言ってるわ。そっとしといてくれ。そこは、それはもう言わんくてええよ。いや、おもろすぎな今。もう汗かいてきたわ。超キモいな俺ら今。カゴメカゴメやな。確かに、右のイケメンだーれで。右のイケメン、右のイケメンだーれで、モットンですって言って。いや、ちげえよ、パピヨンくんだよ。超おもろいやん。ヘビジャーマーさん、320スパチャでございます。ありがとうございます。はいはい、モットン可愛いからスパチャ。いや、助かります。助かった。アフターケア、いや、助けられた、ありがとうございます。救われたわ。ということで、はい、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。